回は脳トレクイズです。脳を活性化させ、ぜひ全問正解を目指してみてくださいね。制限時間は40秒です。それでは問題スタートです。1問目です。一番最初に満杯になるバケツはあからえのうちどれでしょうか。終了です。答えはあです。図をよく見るとところどころ配管が塞がっていて水が通れないところができています。あより先はすべて配管が塞がれていますのであが答えになります。正解できましたか。2問目です。1日2回だけ正しい時間を示す時計があります。それはどんな時計でしょうか。終了です。答えは壊れた時計です。時計は壊れてしまっても午前と午後の2回は正しい時間を示します。例えば8時20分に時間が止まると午前8時20分と午後8時20分に正しい時間となりますね。ちなみに電池が切れた時計でも正解となります。これは難しかったでしょうか。3問目です。次の図はあるものを示しています。何でしょうか。終了です。答えは野球です。ひらがなは野球のポジションの1文字目が書かれています。柔軟な思考力が必要な問題でしたね。IQ 診断です。ぜひ参考にしてみてくださいね。以上で問題は終了です。あな
なたは何問分かりましたか？柔軟な思考力が必要な問題でしたね。おまけ問題です。おしゃれなライトの写真です。3箇所の間違いを90秒で探してください。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この他にも様々な動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。